5月3日、金曜日対ルンピニースタジアムで開催された格闘技イベント、ワンフライデーファイツ61のバンタム級 MMA マッチにて、後藤ジョージ、28イコールトライブ東京 MMA がイリアス・エジエフ、22イコールベラルーシに逆転の一本負け。悔しいワンデビュー戦黒星となった。動画、後藤がダウンを奪うも、最後はチョークで悔しいタップ。 後藤は空手と柔道をバックボーンとし、パンクラス、ロード・トゥ・ワン、シュートと経験を積み、昨年6月に来陣でトレント・ガーダムに来陣初となるツイスターでの勝利、同10月に来陣で再びツイスターによる連続一本勝ちを決めた。対するエジエフは今年2月のワンルンピニー大会に初参戦し、アセットアナ・ルバイフに判定勝利。キャリア5勝1敗 3KO だ。 1R じわじわと圧力をかけながら前進するエジエフに対し、後藤はサークリングしながら左フック、右ボディと構成。エジエフがタックルを仕掛けると、後藤がカウンターのフロントチョークも、これは解除される。後半、パワーのあるエジエフは組でコントロールするが、スタンド展開で後藤の的確な打撃が次々とヒットする。2R、エジエフは序盤から強引に組んでいくが、 後藤は冷静に対処。的確な打撃を当てるが、やはりエジエフがしつこく組み付きバックテイクで見せ場を作る。3R 序盤、後藤の左オーバーハンドでエジエフが膝を落とすと、後藤が追撃の左フックでエジエフがダウン。後藤はフロントチョークを仕掛けるが、エジエフは回避。さらに立ち上がり、再び後藤の背後を奪う展開。後藤はガス欠で失速か、 動きが看板になると、エジエフがリアネーキッドチョーク。これががっちり極まり、苦悶の表情の後藤がタップした。後藤にとって、悔しいワンデビュー黒星となった。